視聴者の皆様、こんにちは。今回はせっかく前から一生懸命準備していた結婚式に誰一人として出席してくれなかった、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。ちょっとすいません、誰かいませんか？私の話を聞いてください。私、旦那からひどい仕打ちを受けたんです。え、なんだなんだ。えらい剣幕だな。旦那からひどい仕打ちって、浮気でもされたの？浮気じゃないです。私こないだ、結婚式を挙げたんですけど、式場に招待した人が、誰も来なくって。待て、それ、話が繋がらん。ともかく一致のスペックだ。それから何があったのかを話してくれ。スペックって、何を言えばいいんですか？初めてすれ立てしたんです。もう少し優しくしてくれてもいいじゃないですか。なんかショックがでかかったらしいですな。あれだ、年齢性別職業電話番号。おいおい電話番号っていつの話だよ、個人情報だろ。あ、ごめん、昭和のテレビにハマってて。勝手にそっちで盛り上がらないでください。私、とっても悲しいし悔しいんです。あ、ごめんごめん。まあ、一致が旦那に騙されたって言うなら女だな。年齢と仕事、それに今まで何があったか言ってくれ。わかりました。私は32歳で、正社員で働いています。あと、バツイチで子供が一人います。おいおい、大変そうな状況だな。なるほど、今の旦那さんとは再婚ってわけね。そうなんです。前の夫とは、夫が他に好きな人ができたみたいで、離婚しました。それは辛かったな。でもまた新たにいい出会いがあったってことで、結果オーライ的な？向こうが私を選んでくれれば、水に流そうと思ったんですけどね。でもその気はなかったみたいで、離婚申し込まれたので仕方がなかったです。それは大変だったね。でも、自分から離婚を言い出したってことは慰謝料や養育費もらうのも揉めなかったと見た。はい。向こうから払わせてくれって言ってくれて、おかげで子供もきちんとした保育園に入れることができたんです。そりゃよかったじゃん。辛かっただろうけどさ、そのお金で子供と二人それなりに暮らせるんなら。それで今の旦那さんとはいつ出会ったの？今の旦那とは、離婚した後に出会って、何回か一緒に出かけるようになった頃に、お付き合いが始まったんです。結婚式を挙げたいねって話になったから私、会場が決まってから当日までの間、一生懸命準備したんです。それなのに式の当日、誰も来なかったんです。こんなことってありますか？そりゃひどいね。でもまだ、今一つ状況がわからないんだよな。お付き合いのあたりから詳しく頼むよ。そうですね、今の旦那はもともと、私が離婚後に再就職した会社の取引先の担当だったんです。私、出産で前の会社を辞めてたんです。前の夫は、落ち着くまでは専業主婦でいいよと言ってくれたので、フルタイムの仕事にはブランクがありました。あ、それはわかるな。専業主婦やってると、なかなか仕事に戻るの難しいってよく聞く話だし、周りにも一致みたいに苦労してる友達いるから。はい。それで今の旦那は、なかなか仕事のブランクを取り戻せない私を打ち合わせの後とかに飲みに誘ってくれて、それから個人的に付き合うようになったんです。でも一致その時いくつ？今32歳ってことは。旦那と出会ったのは、私が30、彼が39歳の時です。去年とうとう40が目前だ、という話をしてて、それで結婚しようってことになったんだ。はい。さすがにその年になってフラフラしているのはどうかと思ったんじゃないでしょうかね。やっぱり男の人って家庭持って一人前ってとこあるじゃないですか。耳が痛い。まあまあ一致、今はいろんな考え方があるんだよ。でもまあ、そう決めたなら、式を挙げることには問題はなかったんだろ？はい、私はそれから1年かけて、張り切って式場を調べ回って一番ここがいい、というところに決めました。納得できる方がいいよね。最初の結婚の時は両親が乗り気だったので、私はその中から選んだんです。それはそれで良かったんですけど、やっぱり自分で選ぶのって素敵ですよね。前の夫と別れてからストレスで痩せちゃったので、ドレスも色々選べて本当に楽しくて。そうだよねー。ドレス選ぶのは本当に楽しいよね。わかるわかる。ですよね。だから私、式の時には旦那を驚かせてやろうと思って内緒にしてたんです。サプライズ？まあ確かに、男の人って女の思いとは別にドレスのことってあまり気にしないものね。そうなんですよ。前の夫の時に体験して色々知ってましたから、そういうことは自分で決めようと思って。そうなんだ。じゃあ手続きとか大変だったんだね。親御さんは今度はどうだったの？実は私の親や親戚は、再婚に反対してたんです。
信用できない、とかいろいろ言ってきて。だから今回、招待しても来るかどうかわからなかったんです。信用できない？なんで？私たち、まだ席を入れてなくて、式の後に入れようと思ったんですよね。その話をしたら、両親は揃って、お前は騙されてる。ちゃんと話し合ったの？と言われちゃって。でもそれは別に大した問題じゃないですよね。十分大した問題だろ。俺、今までイッチたちはもう席が入ってて、それでお披露目のために式をすると思ってた。私も。なんか怪しくなってきたな。なあイッチ、何か俺たちに隠してないか？え？別に隠してませんよ。あ、でもこれは言ってなかったかな。実は旦那、ママ友のいとこなんです。それも結構小さな頃から仲がいいらしくて。だから、旦那が空いた日に保育園にお迎えに行ってもらった時に、なんでいるのかって驚かれたそうなんです。驚かれたって。ママ友からその後、すごい剣幕で聞かれたんですよね。私がいとこの彼女なのか。で、だから彼と結婚を前提に交際しているって言いました。もちろん、ママ友にもちゃんと招待状渡しましたよ。だけど来てくれなかったんですよ。ひどいと思いません。驚かれた。ってことは、つまりいとこに結婚するつもりの人がいるってのをそのママ友は知らなかったの？はい。最近付き合ってる人がいるという話は旦那から聞いていたらしいんですけど、私がその相手だったってことにびっくりしたそうで。ほんと、失礼な人です。私がバツイチってことで下に見てるんですよ。いや、多分そこが問題じゃない気がする。そやバツイチは仲のいいとこの相手として気になるかもしれないけどさ。ちょっと待て、ママ友はイッチが新ママだとは思っていなかったんじゃないか？結婚してて、兼用主婦だと思っていたとか。ああ、それはあるだろうな。どんな人が旦那さんなのだろうかと思っていたら独身のはずのいとこが現れたと。そりゃ驚くよな。みんなどうしてそこばかりが引っかかるんですか？確かに旦那とはまだ一緒に暮らしてないですけど、それは通勤の関係ですよ。旦那も私も会社に近いところに住んでるだけです。席を入れる前に住所変更するのも面倒だから、そのままでいるだけで、あとは別に普通の夫婦と変わらないと思いますけど。いやそれ、結婚生活とは言えないだろ。同棲しているわけでもないんだからな。子供だって懐いてますよ。あのおじさん好き？と聞いたら、いつもお土産くれるから好きって言ってるし。子供にとっては遊んでくれるおじさんかもだけど、新しいパパって認識してなくね？そんなに遊んではいませんよ。休みの日には子供は実家に預けて、私は彼と出かけることが多いし、預けてるんだ。子供もバーバのところに行きたいって言ってくれてるし、母も私が忙しいの知ってるから預かってくれてるんですよね。でもここ最近は、私が結婚式の打ち合わせに行っているから、旦那のことも結構放り出していた気がします。それで拗ねちゃったんでしょうか。待て待て、イッチ。さっきから聞いてて思ったんだけど、式の手配、全部一人でやってる？旦那さんに言わずに。はい。旦那を驚かせようと思って、実際驚いてくれましたね。え、マジか？よく隠し通せたよな。今月の何日開けといてね、と頼みました。結婚式だとは言わずに、その時は軽くいいよ、と言ってくれたんです。ところがですよ、実際にその日、前日から泊まっていた旦那を起こして式場に連れて行ったらポカンと口を開けて、どういうことだ？と怖い顔されたんですよ。だから私、言ったんです。あなたを驚かせようと思って黙ってたの。もう私たち、一緒にいて長いし、それってもう結婚してるのと一緒じゃない？だからそろそろいいかなと思って式の予約してたの。そうしたら彼、はぁぁ？ってすごい顔して、私の手を振りほどいてこう言ったんですよ。確かに好きだから付き合ってきたけど、俺はお前と結婚するつもりなど全くない？で、私、なんて言われてるのかが、すぐには理解できなかったんですよね。おい。それってつまり、旦那さんに結婚式するともなんとも言わずにそこまで進めてしまってたってわけかい。こりゃすごい行動力だ。いやそれ違う。イッチが一人で暴走してるんだよ。何も知らない男がいきなり結婚式場に連れて行かれるなんて恐怖でしかないぞ。恐怖？失礼なこと言いますね。私はサプライズのつもりだったんです。サプライズプロポーズして、そのままサプライズ結婚式に流れ込む。それってすごくドラマチックじゃないですか。いや、そりゃホラーだよ。女の側で考えても恐怖でしかないわ。結婚するつもりなく付き合ってた男に、いきなり式場に連れて行かれてさ、今から結婚式だ、なんて笑って言われたら。じゃあ。皆さん失礼ですね。だって彼、もともとあまりそういう話しないんですよ。
家族のこととか親戚のことも。だから私、ママ友から聞いて驚いたんですから。そういう話をしないって時点で、旦那さんは一致と結婚の意思がないとは思わなかったのか？そういう家だってあるでしょう？旦那はもう40なんだし、わざわざ向こうの実家に相談しなくても結婚はできるわけだし。でも一致はその旦那の実家や親戚を調べて招待状も出したんだろ？あ、知ってる同僚さんにも出しました。だけどみんな白状なんです。全然誰も来てくれなかったんですよ。それっておかしくないですか？俺だったら結婚の話まるで聞いてない同僚の婚約者から突然ハガキが来たら怖いな。俺も。だいたい一致は旦那さんのご両親とかと会ったことがあるの？それはないです。旦那が実家の話とかしたことがないから、ああこの人は実家とはあまり合わないのかな、と思ってました。ほら、実家とソリが合わなくて疎遠にしてる人なんていくらでもいるじゃないですか。うちはそうでもないから子供を預けたりできるんですけど。それでも結婚って家と家の問題でもあるんだからさ、その気があるんなら一致をご両親に合わせたりしてたんじゃないか。そうよねー。友人がこないだ再婚したんだけど、新しい義両親はいい人たちだ、って喜んでた。一度も会わないっておかしい。その全く会ったことのない息子の婚約者からハガキが来たら、何かのいたずらかと思うんじゃね。というか、招待状受け取った人たち、旦那さんに何も言わなかったのかね。だからサプライズですよ。ほらよく海外のサプライズプロポーズ動画とかあるじゃないですか。私あれにすごく憧れてて、もし今度そういうことがあったら絶対そうしようって思ってたんですよ。でもさ、それで誰も来なかったら意味がないんじゃね？そうだよな。で、結局結婚式はしたの？しなかったの？できませんでしたよ。会場の準備も料理も衣装も全部用意してたのに中止。旦那もこんなことに付き合ってられない、とさっさと帰ってしまったんです。それから電話もメールも LINE も全部無視。私の手に残ったのはキャンセル料の請求書だけ。分かってはいたけど突きつけられるとすごい金額で。まあなんとか支払いはしましたけど、旦那との未来のために考えたんだから、半分は出してもらわないと。それは無理だろ。そもそも旦那さんは全然手を出してないのに。いいえ、絶対出してもらいます。これからの旦那との生活のために頑張ったんだから。あ、思い出したらまたムカムカしてきた。あ、一致消えた。おい、旦那さんが出してくれると思うやつ？いないよな。なんであれで出してもらえると思うのか俺にはさっぱりわからん。結婚式自体に夢見るのはいいけど、夢見るにはでかい金額なのよねー。でも一致、どこからそんなお金出したんだろうな？もう戻ってこないと思われていた一致ですが、それから3週間後、すれに戻ってきました。すみません、まだ誰かいらっしゃいますか？お、一致じゃないか。まあ戻ってくるとは思ったから時々見に来てたんだけどさ。それにしても随分元気ない感じよね。一体どうしたの？聞いてください、あれから私、ひどい目にあったんです。あ、やっぱり一致だ。変わってない。たかが3週間で人間が変わるも何もないだろ。そりゃそうか。みんなひどい、もうあれから私、散々だったんですよ。おう、何があった？聞いてやろうじゃないか。あ、よかった。あれから、立て替えた結婚式の費用、半分旦那に出してもらおうと思ったのに断られちゃったんですよ。そこなんだけどさ、新ママの一致がどうしてそんな多額の金を用意できたの？ずっと気になってたんだけどさ。うわぁ、やっぱりそこ、気になるんだ。いや、気にならない方がおかしいって。費用は元夫からの慰謝料の残りがあったんですよ。でも生活の立て直しに使うことが多いって再婚した友達も言ってたよ。あ、もう、いいじゃないですか。養育費の預金からも出したんですよ。構わないでしょ、手元にあったんだし。それは一致のお金でなく、子供さんのものでしょ？それに手をつけるなんて。うわ、やっぱりそういうこと言うんですよね。そうですよ。お金の出所を実家経由で知られて、結局、子供を前の夫に取られてしまったんです。旦那と私と子供で新しい家庭を作ってくという夢が、もう全部台無しですよ。まあそうなるよな。てか、結婚もしてないのに旦那っていうのやめろよ。実際一人で結婚式場での式の費用を今の一致が出すとしたら、絶対そのあたりから金持ってくると俺、思ってたんだよな。鋭いなお前。いやぁ、それほどでも。それだけじゃないんです。誰も式に来なかったって言ったでしょう？あれ、親戚にはあのママ友が根回ししてたんですよ。ああ、そっちから来たか。卑怯ですよ。こっちの招待状は無視しておいて、後で旦那に聞かれたら言うって。
まあ、もっと前にママ友も言ってればここまで被害は拡大しなかったろうな。少しでもキャンセル料は減らせただろうに。いや、不気味で下手に手を出せなかったんじゃないか。旦那もその件ではママ友に怒ったそうです。なんで早く知らせてくれなかったんだ。で、そうしたら、サプライズだから教えないでと書いてあったと言われたんですって。で、それイッチのせいじゃん。自業自得だよ、完全に。でも、少しでもおかしいと思ったら確認するよな。そんなこと言わないでくださいよ。あれからさらにいろいろあって、旦那まで私の元を去っていったんですよ。おお、ついにそうなったか。まあ、そうなるよな。でも一応聞こうぜ。旦那はなんでイッチに愛想つかしたんだ？あなたたちの言った通りですよ。全然電話とか繋がらなかったのに、ある日、前の夫とやってきてこう言ったんです。いきなり結婚式場に連れてこられてさ、今から式だ。手を前立てされたのは恐怖でしかなかった。お前がその年になっても恋愛と結婚に夢見がちなところがこれまでは可愛いと思えていたが、さすがにこれは無理だ。なんでそうなるんですか？私はただ、また可愛い花嫁になるのを楽しみにしていただけなのに。そりゃあイッチが旦那にそもそも結婚の意思があるのか聞いてなかったのが悪いだろ。そうだよな。40間近で結婚せず仕事と恋愛に生きてる男はそうそう簡単にバツイチ女と結婚しないよ。それはともかく実際、40間近の高収入者なら、いくらでも狙っている女はいるんだよ。格言を趣味に生きる俺すら、そういう集まりに行けばモテるんだ。確かにな。うちの会社のおつぼね様が嘆いてたよ。結婚相談所でも女は年齢、男は収入ってな。イッチの旦那はそれこそ結婚なんてしようと思えばできるけどしたくないからしなかったやつだろ。ちょうどいい遊び相手がイッチだっただけで。それを思うとちょっとかわいそうだけど、やっぱりイッチがちゃんと確認しなかったのが悪かったと思うな。それじゃ皆さん、バツイチ子持ちは結婚に夢持っちゃいけないって言うんですか？いや、そうじゃないけどさ、それで親権まで取られたってことは、前の夫はイッチよりちゃんとした人だったんだろ。そのあたりはどうよ。ああ、思い出すと悔しくて悔しくて、旦那は前の夫にこう吹き込まれてたんですよ。お、前の夫くんがいい仕事しているな。私を捨てただけでも許されない裏切りなのに、前の夫と来たらこう言ったんですって。自分も私の束縛に耐えられなかったって。だから浮気っていう名目で別れたんですって。束縛、おいおいイッチ、お前何やったんだよ前の夫くんに。え、別に何もしてませんよ。ただ帰りが遅い時にはよく電話や LINE 入れたり毎日お弁当作っていたとか、そのくらい誰でもしますよね。でも前の夫、こう言ったんですって。定時と通勤時間を足したあたりの時間になるといくら残業でもじゃんじゃん鬼電と LINE。内容はいつも、いつ帰ってくるの？早く帰ってきて寂しいのお願い早く帰らないと私何するかわからない。うっわ、こわ。失礼ですね。私はただ当時の夫が心配だったからこまめに連絡してただけですよ。お弁当についてもそうですよ。私その頃専用だったから、毎日毎日心を込めて愛妻弁当を作ってたんですよ。なのに前の夫と来たら、毎日キャラ弁で辛かったとか、ご飯にいつもメッセージを書かれて顔から火が出るほど恥ずかしかったとか、こっちの努力も知らずによく言ってくれますよ。いや、毎日やられたらそれマジ怖いぞ。それ、ちょっとでも注意されたことないのか？マジ？俺毎日お弁当とメッセージつけてくれたら、飛び上がるくらい嬉しいのに、まあ、感じ方は人それぞれか。注意というか、もう少しがっつりしたものがいいとかは言われましたね。綺麗だけどちょっとボリュームが、とか。だから今度はポップな使い捨てボックスを探して鳥の手羽元にヒラヒラした持ち手をちゃんとつけたのを入れたりして、目にも楽しいものを持たせて。それだけだと偏るからブロッコリーとかの野菜や果物も可愛いピックに刺して。あ、俺それダメ。俺、やっぱり羨ましいかも。そんなこと人生で一度もないから。ボリュームって、普通に茶色い系のおかずぎっしりと言いたかったんじゃないの？それだよな。鬼伝も嫌だけど、弁当攻撃はもうなんというか。皆さんもそんなこと言うんですか？せっかく作るのにそんな地味なのって。作ってくれるだけでもありがたくない？俺からすれば贅沢だしわがままなんだが。ああ、勝手にやった結婚式だけでもヤバさ全開なのに、元夫からそんな恐ろしいこと言われちゃな。40代まで結婚する気のない、風のように生きてる男は逃げるよな。お前さりげなく自分のことあげてるだろ？バレたか。はあ？そういうこと言うんですね。やっぱりあなたたちに相談したのは間違いでした。
子供も取られたしお金もない。親からは可愛い孫を向こうに取られたからって怒って連絡切られたし。いいですもう。これからもっといい男を見つけてやるんですから。これからも男にたかろうとしてるじゃん。3週間じゃそりゃ、絶対変わらないよな。イッチみたいな人は、一生変わらない。付き合っていた男性との結婚式を、無断で計画して実行しようとしていたイッチは、サプライズのつもりで何もかも一人で手配した結果、一人の招待客も来ず、結果縁まで切られてしまいました。この騒動がきっかけで、親権を奪われるという絶望を味わったイッチ。いくらサプライズに憧れても時と場合というものがあります。皆さんはこのイッチの行動をどう思われますか？ぜひコメント欄にてご意見お願いします。